よいしょ、入ろう。あ、また見てるよ、もう。話そう。しんちゃん。しんちゃん。うちの名前使ってるのは多分しんちゃんだよね。あ、そうだぞ。うん。頑張って育ててね。あ、ありがとう。使っていいんだね。忍者は他の作物で早く育つからおすすめよ。うん、ありがとう。よしこお姉さん、ありがとう。まあ、よしこお姉さんの頭の中はそれどころじゃなさそうだが。名産品はスイカ。うん。ブラキオサウルスは女の頭がいい。ブラキオサウルスか。あ、はいはいはい。ヨーゴージャ得意なことはラーメンを作ること。ヨーゴージャご自慢のラーメンの出来上がり、中太麺焦がしニンニク。あ、これ初日に出てきたラーメンと一緒かな。ね、あれは本当に美味しそうだった。うん。ああ、間違えた間違えたってレベルじゃね。オッケー。これちょっと、言うなら身内のちょっと恥ずかしい話ではあるからな。ララコちゃんが52枚間違えて作っちゃった記事なんか多分星一つなとかじゃない、星つかないかもしれない。しんのすけが撮ったスクープ画像、うん、スクープ画像、うんうんうん、ロッカーの影のよしこちゃん。ああ、そういえば撮って渡したね。うん、渡した渡した渡した。うん、渡して、わさ、あ、そっか、渡してから話しかけて初めてか。これはどうやらキャップをかなりかなり、ああ、やっぱりやっぱりこのあの写真渡した効果があるんだ。へえ、よくできてるねこのゲーム。物陰からよしこくんに監視されていたのか。もうね、怖がってるじゃん。ええー、ってなって、ええー、物陰からよしこくんに監視さ怖がってるわ。僕は彼女にこんなに嫌われていたのか。ちゃんと働いてんのか、あの編集長はっつって。全然働いてないじゃないか、今も寝てるしみたいな感じ。お互い捉え方次第ですな、これはな。よしこ姉さん、ちょっとそれはちょっと見方が悪いな。うん、いや、キャップちょっとショック受けちゃったよ。うん、悩みの種は深い。うん、なるほど、こういうイベントもあるんですね。今日はどんな、うん、見て見て、はい、なかなかの記事だ。あ、素晴らしい。自分の話は星1。ああ、ララコちゃんとか星2ですね。うん。まあ、さすがにね、プラキオサウルスは星3ですね。これ、新聞に載るのかな。あ、280人、OK。あ、これ超えたんじゃない ?2500 人。超えたと思うよ。超えた、超えた、超えた。ありがとうございます。うん。よし。誰もが面白く頑張って。ちょっと見てみよう。ララコちゃんの記事があるとしたらどういう風に書かれてんだろう。あーねー、くそ、隠しやがって。爆弾前ないか、ないか。いやー、これうまい具合に載せたいですよね。なんか記事を見たいよな、ね。店主紹介、自慢のラーメン召し上がれ。店のマーケティングですね。うん、霧島ストア、山田さん、黒糖大好き。うん、恐竜が川から少年を救出。うん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 、これやっぱ持っていく記事によっては多分ララコちゃんのあの弁当作りすぎちゃったの話も出るんだよね。うん、記事のさ、サブタイトルが見たいですよね。やめなって怖がってるぞ、もうねえねえ、これ定期的にも、これ横目で気になってるのも、もう仕事できないんだろうな、こうね。よしこ姉さんが見るときだけちょっとキーボードが止まるみたいなさ、あのよしこ姉さんこうやってくる見るときだけ止まってるみたいな。止まってないかな、大丈夫かな。あ、よかった、止まってない、よかった。そこまで細かかったらやばかった。こっち調べてないの、そういえば。何か調べるもんあるか。あー、あった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 。アストのさんの思想、家庭菜園で住めたものが増えたものが至るところに入っている。あ、これ読んだかな、最初に。小ごみ、陰った草原、飲料系内に自然することが多い。秋山の原っぱは研究所近辺でよく取れる。水菜、小川湧き水菜の浅い水辺に自生する水源の森の名前は古い石橋付近でよく取れる。うんうん。あ、これ読んでないわ。明るい配信自生する子供たちの格好のやつは駅前ステーション脇はダム近辺で撮れる。場所が書いてあるんだね、これね。山桃、山頂ステーションに向かう林道を探してみよう。うん、OK。あ、こっち。あ、これ調べたな。階段行けないんだよね。うん。じゃあ、お姉さんに報告するか。これ新聞大躍進だぞ。今。うん。で?新聞が大活躍。うん、あと12人マジか。なんかの写真1枚でいけんじゃん、これね。何かの写真1枚でいけるぞ、これ。今日中に達成したいな、ね。ぜひともぜひとも達成したい。あとは、そう、うーん、どう、そうだな。あとは、そうか、出前頼まれなかったの、そういえばね、おじちゃんに。出前頼む人って決まってんのかな。ジローも頼みそうですね、これだとね。博士のとこ行くか。
ちょっと博士に話しかけて出前の注文でも受けようかな。出前も確か目標の達成項目の一つなんだよね。こまめに受けんと。よいしょ。またまた噂話が我輩の恐竜たちがいろんなところで事件を起こしているようだ。んでもまあ今日に限ってはね、恐竜の好感度上がる事件ですよ、うん、新聞にも記事もなったしね。これは恐竜に懐疑的な人たちもちょっと、あ、恐竜って頭いいんだなってなると思いますよ。よかったね博士。まあ、博士としてはなんかこう迷惑をかけてほしい系の事件が起きてほしいかもしれないけど、まあそれだとねちょっとねって感じだからね。人々が我輩のことを無視した当然の報いなのか個人的感情だよなこれあれ俺のこと無視したから恐竜で驚かせてやってるぜみたいな。でも博士が無視されてるのは変わんない気もするんだよな。まあでもこの騒動を起こしたのもこの恐竜を呼んでくれたのが博士だってみんな知ってるんならね、うん、まあ博士すげえってなってるかもしれないけど、どうなんでしょうねその辺ね。あんまり博士の話を聞かないよな。キニちゃんの噂話でしか聞いたことないよ。よいしょ。ただ次はどんな恐竜連れ来ようか。あ、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 来た来た来た、カツカレー好きっすねいいぞじゃあ俺が早速行ってくるぞこれはいいですよ。出前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 、銀河兄ちゃんとこ行こう。もうこれ楽しみだから毎日毎日1日1銀河、うん、大事ですよ。おっと、トロ、山桃、イエーイ。よし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 、いた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 。さあ、出前の時間ですよ、お兄さん。うん、カツカレー一つ。チョコ剤、チョコ剤にゃひとまじ行ってくるぞ、わざる。タカ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 タ。いいわ、このカーブを描いて戻ってくるのもいいわ。よきあんまい。明日もよろしく頼むぞ。例えば銀河兄ちゃんの野菜のオーダーでも受けるか。じゃあこれ買った方が早いな。しんのすけ殿、人参さっきね畑でちょっとあの2本だけ抜いてきました。でも今回は大人参にしたいんで、もうちょっと 水あげて戻ってきたわ。まっはっは、うれる、うん、あ、山桃ができた。うん、まあこれ買っちゃうか。お使いの目標もあるのかな。でもまあ普通に金欲しいしな。うんうん、はい、オッケー。まあ後で、あと、え、今買っちゃうか。4熟トマト10、第2じゃない本、唐辛子な、2、4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 、
いい？うん、二四自重第27個これでいい？自重熟トマト10個これでいい？じゃトマト1個20円で安いよな。味これでいい？例えば青唐辛子を求められたことないな。じゃあまたバイビー。銀河兄ちゃんなんか 辛さを抑えてんの青唐辛子もいいんじゃない？あでも青唐辛子の方が辛いのか。ふふい、はいはいはい、パパパパパパパッ、オッケー、よし、うん、よし、じゃあ記事書こう。これ新聞屋行けばもう人数増えんじゃない？当然の報い。博士は語る恐竜が事業を行う人々の我が輩を無視した当然の報い。当然の報いは意味が当然わからない。わかってるじゃねえかよ。報いがわからないのかな、うん、よし、じゃあこっち、まず新聞社に行こう。新聞社に行きましょう。で、ついでに二郎で注文を受けよう。あ、いた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 。朝市はいないんだね。今日はそこの彼女の子供は恐竜に助けられたりいろんなことがあったぜ。でまだまだ悪い予感がする。オラもするぞ。まあもうちょっと恐竜増えそうな感じするぞ。よりもあいいですね。いいよいいよ、予感いいね。俺に聞く、じゃあまあこうして適当に聞いて、これやってないからね、あ親子の最後にしんのすけ親子の手前頼まれた。これ目的だからね俺は。そのためなら自身に与えられた評価はね、ちょっと涙を飲んで飲み込むよ。よし、じゃあ横おばさん出前お願いしよう。はい。確か出前もね、3回同じメニューを3回やれば確か目標達成されたはずなんで、そうすれば、記事がまた一つ書けると思う。うん。で金ももらって、OK。で、新聞は書いたので、12人ぐらい増えるでしょ。博士のなんかちょっといかがしい発言だけど、12人は増えてほしいな。
こっち行った方が近いか。いいね。おっとこれは、ああ草じゃなかった。まあまだ大丈夫でしょ。体力も、ああ体力ちょっとやばいな。新聞社に入った瞬間なんかおしゃかになる可能性もある。ちょっとおにぎり食べとくか。うん、ほぼ全開ってか全回復するね。いいね。よいしょ。じゃあ生地を納品して。今日はどん、うん、見て見て、うん、おまあまあの生地だ。星3なんだ。頑張ったな。基準がわからんの。うん、あ、オッケーオッケーオッケー。増えた増えた増えた。うん、誰もが頑張って、うん、うん、オッケー。あ、更新されてる。あー、それ乗せるよりはじゃん、身内のあの代々子おばさんのラーメンの方が良かったけどな。うん、じゃあよしこお姉さんに話そう。これで2500円になるぞ。やった。今、うん、よし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 、これで星4つになったんじゃないか。我が社が大きくなった、うん、君のおかげだ、うん、ありがとう。おめでとう、うん、新しいし、アッソーワールドニュース。おー、いいね。アッソーを飛び出したな、ついに販売数が増えたので、うん、おめでとう。おおおおおお、何これ。わ、全能力80アップ、素晴らしい。これはレアカード、うひょー、ありがとうだぞ。いや、いいね。ねえ、この恐竜カードの会社とタイアップでもしてるんかね、これね。うん、それともあれかな、キャップの極秘のキャップもこっそりやってて、キャップのちょっと宝物プレゼントみたいな、そんな感じなのかな。いいなぁ、いい大人だわ。絵に描きます。うん、よし、オッケー。もう一段階ありそうだよな今。うん、450人で、うん、大活躍。あー、4000か。これがラストかな。ここ、これでこれでよしこお姉さんと、あの付き合うじゃない、付き合う、あの行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、デートできるんだ多分。よしよしよし、もう少しだ、もう少し、出前とか達成すればいけるぞ全然。うん、行きますよ。目標整理しようかな、ちょっと。コレクションでしょ。7不思議と5匹は集めそうだな。珍しい虫が全然いないんだよね。ヤマメも3、いや、ヤマメって、オイカーだから1匹も釣れてないでしょ、これね。ワニガメも釣れてないな。釣りをするかね。野菜大好き、すべての種類を収穫する。これはなんかでかくなったやつとか収穫すればいいのかな。野菜50回。あ、親子丼の出前が OK。ビギンアクション。あ、絵日記。うわ、プラキオサウルスで勝利。これなんかティラノサウルスが、相手がちょっと増えてきた時に達成したいよな。まあ、そうも言ってられないかもしれないけど。曲も足んないよ。すべての橋を通るも達成してないし、看板も達成してないんだよな。ね。もうちょっとかかりそうだな。じゃあちょっとどうしよう。釣りしつつちょっと水菜とか取ってくるわ。おお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 おいや、びっくりした、びっくりした、びっくりした。鶴の恩返しみたいな、ね、光景でしたね、うん。いや、びっくりした、びっくりした。何気なく言ったら。あ、てか、車増えてる。え、車増えてんじゃん。あー、なんだろう。車って誰の車なんだろうね。星が増えたから車増えたって感じだよね。星4つになってるし。ね、何の、誰の車だろう。調べられるのかな、あれ。調べたいな。行きたいな。行こうかな。行ってみようかな。行くか、ちょっと。水縄取ったので、行こう。釣りは夜でもできると考えると行ってみようかな。車でも黄色い車確か調べられなかったんだよな。あ、でもそろそろ時間切れかな、こりゃ。うん。今日は新しい虫が取れなかったの、珍しく。ちょっとでもこの辺取り尽くした感じあるよね。新しい虫、ちょっと結構運な感じもするからさ。ここに、あそこは取れないしね。目を凝らしてはいる。あー、ジロが来ちゃった。わかったわかった、行くよ。ご飯ね。あ、カレーだ。いただきます。いただきます。いただきます。
しんのすけがついに新メニューを考えたようです。黒糖と追加とラーメンしか知らないけど、満たしてるのかな条件を。さてその名前は。まさか黒糖スイカラーメンって言うんじゃないだろうな。名付けて黒糖あんかけスイカラーメン。おおあ、しんちゃんありがとう。採用されないやつ。んどうだろう。マジレスは親しかできないからな。頼むよ。ヒロシとミサイが本当に真面目にあの返さないと、なんかこうそれが採用されると思ってね、まだまだって言っちゃうよ。黒糖あんかけスイカラーメンまだって言っちゃうよ。うん、ちょっとね。あら、どうした。でもスイーツだと考えたら意外といける。あー、黒糖あんかけラーメンじゃない、やなくするってこと。ラーメンみたいなさ、モンブランにするのはいいんじゃない。あの、まあ、モンブランさ、上にかかってるクリあのクリのさ、モニュルルってやつ、あれをあれラーメンに 見れるじゃん。見えない。あれなんかラーメンっぽくモニュルルルってやったら、そこにさ、あのスイカをちょっとサイドにさ、こうやって乗せてさ、で、あの黒糖をちょっとこう、あのソース状にしたやつをさ、こうパーってかけてさ、あんまり美味しくなさそうだな、うん、見た目が悪いわ。じゃあ試しに作って売ってみるのやめた方がいい。あの作ってここに出してますわ。試食毒味をしよう、うん、売るんじゃない。さ、すぐ売るの。まあ個人系だから、まあいいのか、あんまりそんな考えなくてね。売っちゃうんだすぐ。我が家しんのすけきちゃんの活躍で後半に発行物が増えたんだ。うん、もうちょいだぞ。デートまでもうちょい。うん、日本最大になった。うん、なんて好きなことなのね。これはもう組長先生もにっこりですよ。しんのすけくん、そんなに夏休み素晴らしいことしたんだね。でもこんなにどうやって夏休みの1週間でやったのかなって言われて、夏休みのループいっぱいループしたんだぞって言われた。はは って言って、うん、たらーみたいな感じ。うん、4000人まではまあいけそうですね。2週目中にいけるかは微妙だけど、うん、てか3週目あるのかな。そこもあるよね。まあ、ありそうだな、この流れ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラコちゃんって本当にたくさん食べるわね。うん、ただいまいろんなところが爆発的に成長中。おー、なるほど。今身長いくつぐらい。わかんない。前に会った時、ああ、そうね。まあ、5歳ぐらいだったもんね、その時ね。確かに。昔はドアノブに手が届かなくて踏み台使ってたもん。あ、そういえば、ドア、開けられないドアあったね、しんちゃんね。これ、あの、踏み台使えるんじゃない？ね。今のしんちゃんまだ手が届かないのかな？ああ、届かないから踏み台が欲しい。ああ、来た。これは、ララコちゃんの部屋に入れるぞ。ね。こうしてしんのすけは2階の姉妹の部屋に。ナレーションのお姉さん公認ですか。うん、まあ幼稚園児だからね。まあ園児だからって言って勝手に入っていい理由にならないけど、うん、まあ入れる許可が出たから入りましょうか。やったね。やったね。ありがとうございます。例えば二郎がなんか新しいイベントが何か起きそうな気がするって言ってたけど、これのことかな。ヨコちゃんとサウロさん少し疎外なのになね。うん、いまいちちょっとこうトリガーがない感じですね。気持ちを素直に伝えられない不器用な2人。うーん、やっぱり外野がちょっとね応援してあげるしかないよ。これは見ていて分かるだけでもどかしいな。おならで操作する。やめろ。やめろ。風呂中っぺはやめろ。風呂の中でするおならはやめろ。あのボコって出てきた時に上でパーンって弾けた時、あそこ超臭いんだから。うん、俺小学生の頃友達と一緒に銭湯に行った時、友達がそれやって、あのそこパーンってやったところを逃げてパッてやられて、すっげえ臭かった思い出があるから、もうやめてくれ。うん、地獄だぞ風呂中っぺは。うん、ミサイム、あ、したらしんちゃんしたらしたろお前。ひまわりもやったろ。まだ空いてるから匂い逃げていくか。ミサイム言う通り、仕事への時間にあの二人を引き合わせてあげないとな。あ、臭い。父ちゃんの足の匂いには負けますな。いや、違うだろ。彼氏が欲しい。うん、結婚したらこんな家庭が理想的。うん、誰のこれ。よいこばさんかな。日本酒なら3日で一生はいける。うん、と豪語しているヨコのために。3日で一生日、やばいぞ。結構の飲んべえだよ。ヨヨコとサブローを引き合わせようと考える。プライベートの時間っていうと、やっぱり夕方お店終わった後ね、この夜だよね。ヒロシとミサイ、ヒロシとミサイが考えるんだ。大人の出番か。でもどうや、しんのすけなら
どうする、うん、ちょっとおならに夢中だからね今ね。あー、スケッシャーいろんな意味で、うん、出たいときは食え。母ちゃんそう言って全然連れててくれないじゃないね。ほら遠くに行きたいのに。そうだしんのすけ、夜サブローさんのところに行って話を聞いてきてくれない。あー、サブローさんってどこに行ったんだっけ。ジローのところだっけ。何かしんのすけ頼みたいことあるんですって。あ、そうなの。俺実はさ、ゆうこちゃんにさ告白しようと思っててみたいな。エンジン頼むことじゃないかもしれないけど、うん、じゃあ行ってくるわ。まだだぞ。うん、ここにヨコボさんいないの。ちょっと、あ、そうか、新メニュー作ってるのか。なるほどなるほど。ああいいな、かわいいね、ひまわりはね。ああ、かわいいかわいいかわいい。夜の時間は有限だからな。ちょっと2階にも行きたいし、ララコちゃんにも話して歯磨いてって感じかな。夜の縁側が好き。しんのすけはどう思う。縁側ってどこのこと。まさにそこだよ。ここだよ、ここ、ここが縁側。わかる。そんな怒らなくても。ヨコちゃんなんかちょっともうちょっとなんだろうな、柔らかく言ってほしい。うん、古代九州国の女王ヒヒコはこの地方を治めていた頃の夏の夜も多分こんな感じだったんじゃないかな。いや、縁側あったのかな。その古代の時代ってこう、あ、でも高床式倉庫とかあったぐらいだから、あ、まあ足ブラブラさせたらできたかもしれないね。うん、なるほどね。ちょっと歯磨こう。あ、このゴミ箱調べない。ここの壁側とか、あ、調べられる。どこの家の家族だろう。2人の女の子とお父さんとお母さん。あ、これはここじゃんね。みんな笑顔で幸せそうだ。絵本もね、探したいよな。奈良子ちゃんに話せば見つかるイベントが進行するかな。このガラガラガラはやっぱりちょっと口に何か含んでないと無理ですね。再現が難しい。洋子ちゃん、洋子おばさんのとこ行く前に、上に行って姉妹の部屋、部署じゃない、ちょっとお宅訪問しよう。これ使えばいいのか。なるほど、開ける。踏み台が置いてあります、うんうんうん、ドアを開けることができました。よし、女の子の部屋だぞ。緊張するぞ、ドキドキ。あ、二段ベッドがある。え、ヨヨコおばさんとララコちゃんで二人で使ってるんだ。あ、調べるってある。アッソーの虫、ベニボタル、駅裏の小道で発見。ホタルなのに光らない、しかも昼間も元気。これは貴重。虫の自由研究、虫の資料ってことか。あ、ララコちゃんかな、これ。へぇ。駅裏の小道。なるほどね。あ、くずは切り鉢。ローペイの山頂。ローペイの山頂ステーション行ってないんだよな。これ行けるのかな、ローペイの山頂ステーション。実はすごい珍しい蜂なんだって。これは、あ、いいね。記録写真じゃん。うん。あ、これか。絶妙だ。絶望的。うん、意味がわからない独り言、意味がわからない独り言。オランダと一緒に湯煙の中消えていく。一番いいわこの写真が。イラストか。うん、踏み台使って姉妹の部屋ドアを開けた、うん、あー、虫がないか。そうか、捕まえてないからな。まだ寝ないぜ。うん、ちょっと気になるな。駅裏の小道と山頂ステーションか。駅裏の小道ってどこだろう。駅裏、あ、あの辺かなね。うん、これ詳細な地図って見れないのかね。ね、あー、見れないね。いや、でも駅裏の小道ここから見たら分かりそう。あー、そこか。あ、分かった分かった分かった。あれか、汽車を眺めたところか。はい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 。明日行ってみるか。やりたなご、大きな扉が見える、大きな扉が見える丘、小川で発見。昔は甘辛い佃煮にして食べたんだって。へえ、やりたなごね。大きな扉が見える方が、大きな扉？タウナギ、やりたなごを探したら大発見。え、うなぎならうなぎじゃないんだって。へえ、結構いろんな資料が見られるね、これね。珍しい虫と魚か。上と下どっちがよく、どっちがララコなんだろう。まあお姉さんが下な感じするよね、こういうのね。うん、ララコちゃん上の方が好きそうだし。あとは調べられないのかな。ここに座ってる姉妹も見れるのかな、ね。うん、やりたなごね、大きな扉が見える。まだ行ってないところかな。いや、多分なんかありそうだけど、ちょっと注意深く歩いてみようかな。大きな扉が見えるとこと、駅裏の小道と、あとなんだっけ、駅裏の小道と、あ、ローペイか。ローペイはまだだな。うん、こっちも行けるんじゃない。台移動してこっち行けないか、しんちゃん。台を移動してしんのすけは開けました。
どうやらどう一体ダメでした。じゃあ、よこおばさんのとこ行こう。よいしょ。メニュー作りは順調ですかな。うん。サブロックは昼間だけなので、夜はいないのよね。お嬢さん寂しいのかい？え、正直。正直でいい。ねえ。違う違う違う。何それ、そんなことないわよ。びっくりした。でもサブロックね、たまに夜うちから出前を取って、売り上げに貢献してくれるのいいやつでしょ。あ、いいやつじゃね。あ、じゃあ夜はサブローさんに出前お願いできるってこと。あ、じゃあサブローおじさんのとこ行こう。ね。ありがとう。よし、まだ時間ある、いけるな。あ、ちょっとうんち、ここ数日してないからしよう。溜まっちゃった。俺も便秘になるぞ、そりゃ。ダダン！合いましたね。完璧なタイミング。あー、すっきりしたー。おっす、ひろし。ガーニョした男の子助かってよかったな。うん。そうだね、ブーちゃん明日もあそこにいんのかな。話しかけてみようか。しんのすけも知ってる子なのかい。うん。ほぼ知ってるな。うん、ブーちゃんっていうの。しんのすけ気をつけろよ。え、なんで落ちたんだろうね。なんかどっか上から流されてきちゃった。いや、たま、川遊びしてたら落ちちゃったとかね。うん。まあ、ブーちゃんもカズマくんもそうだけどさ、世の中には自分とそっくりの人間がさ、何人、2人だっけ、何人かいるってさ、なんか、説ありましたよね。ドッペルゲンガーじゃねえけど。ね。自分と本当に似てる人間って世の中にいるよみたいな。だから日本全国に俺と似てる人間ってどっかにいるのかなってちょっと思った時があるけどね。ちょっとね、ゲームの話であるけどさ、カズマくんとか見てるとさ、いや、いるんだろうな、似てる人ってな思うよな。キャップに話しかけられない。少年を恐竜が救ったという記事を読んだ。いや、あんたが書いたんでしょ。あれはとても素晴らしい。恐竜もしんのすけもお手柄だったね。自画自賛じゃねえか。まあ、しんちゃんが記事を書いたと思えないからな。ああやって記事にしたのは多分キャップだと。あ、よしこお姉さんかな。どうなんでしょう。長い間新聞を作ってきたけど、あんな記事なかなか書けるもんじゃないぞ。今日はどんな記事ができた。見て見て、うん、ちょっとできたか。なかなかの記事。ありがとう。素晴らしい。ああ、姉妹の部屋に行くやつは特にそんな話題でもないのか。うん。これでまた増えたな。増えた。やったね。うん。ではもうちょっと書くか。ブーちゃんが川で助けられた記事が褒められた。これやっぱオラが書いたことになってるのか。記事というかやっぱりイラスト写真かな。うん。ねえ、ま、ねえ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 、サブローおじさんのとこ行こうぜ。